私たちの身近に流れる水の力が実は大きなエネルギーの源となっていることをご存知でしょうか。日本全国に当たり前のようにある水道管や河川にはまだ活用されていない膨大なエネルギーが眠っているのです。例えば高台から低地へ流れる水道水の圧力だけで一般家庭100世帯分の電力を賄える可能性もあるんです。皆さんは水道の蛇口をひねるとき、その水がどれほどのエネルギーを持っているか考えたことがありますか？実は私たちの町を張り巡らす水道管の中で大量の水が勢いよく流れ、そのエネルギーはほとんど活用されないまま失われています。想像してみてください。山の上の水田から皆さんの家まで水が流れてくる間、水は高い場所から低い場所へと移動し、その過程で大きなエネルギーを蓄えているのです。エネルギーはあるのに利用できていない、このもったいない状況を変えるのがマイクロ水力発電という技術です。 CO2 をほとんど排出せず24時間365日発電できるこのクリーンエネルギーは、従来の大規模ダムとは異なり、既存の水道インフラを活用した小規模発電が可能なため、新たな環境破壊を引き起こさない持続可能なエネルギー源として期待されているのです。日本のような水資源が豊かな国にとって、マイクロ水力発電は地産地消型エネルギーの切り札となる可能性を秘めています。まさに足元に眠る宝物と言えるのではないでしょうか。今日はこの革新的な技術の仕組みから実用例、そして将来性までを詳しく見ていきましょう。マイクロ水力発電とは、マイクロ水力発電はこれまで発電利用が難しかった地域の水が持つポテンシャルを有効活用することができる発電システムです。一般的に出力が 100kW 未満の小規模な水力発電をマイクロ水力発電と呼び、数十から数百世帯分の電力を供給できます。マイクロ水力発電の基本原理は、水の位置エネルギーや運動エネルギーを利用して水車を回し、その回転力で発電機を動かすというものです。水の流れる力や落差を利用して電気エネルギーに変換するという点では、大規模な水力発電と同じ原理です。しかしマイクロ水力発電の革新的な点は、既存の水道管や小さな水路などこれまで見過ごされてきた場所に設置可能だということです。例えば山の水源から町の浄水場までの間にある落差、浄水場から各家庭に送る水道管の中の圧力などのエネルギーを電気に変換できます。マイクロ水力発電システムの主な構成要素は、水車、発電機、発電コントローラーです。水車の種類は様々ですが、マイクロ水力発電では主に縦型インラインポンプ逆転水車が活用されています。縦型インラインポンプ逆転水車とは、水を押し上げるポンプを逆さまに使って水の力で回して発電するという仕組みの水車です。発電機には高効率な永久磁石同期発電機が用いられることが多く、これにより小さな水力でも効率よく発電することが可能になっています。最新のシステムでは 70-80% という高い発電効率は達成されており、小規模でありながら非常に効率的なエネルギー変換が可能です。また発電コントローラーは、発電した電力を安定した商用電力に変換する役割を担っています。いわば水車が作った粗い電気を私たちの家電製品で使えるきれいな電気に整える装置です。この一連のシステム全体が比較的コンパクトな設備で実現できるため、既存の水道施設の一角に設置することが可能なのです。マイクロ水力発電の優位性。マイクロ水力発電には従来の発電技術と比較して多くの優位性があります。日本のように水資源が豊富で水道インフラが整備された国では、そのポテンシャルを最大限に生かすことができるでしょう。他の発電方法との比較も交えて、マイクロ水力発電のメリットをご紹介します。常時発電可能。マイクロ水力発電の最大の特徴は、24時間365日発電可能という点です。
太陽光発電や風力発電なども永続的に利用できるエネルギーとしてクリーンエネルギーが注目されていますが、天候や時間帯に左右される弱点があります。一方でマイクロ水力発電は水道水のように安定した水の流れがあれば、天候や時間帯に関係なく常に発電し続けることができます。少量でも常に発電ができる安定した発電特性は、電力系統への負担を軽減する点でも優れています。設置場所の柔軟性。大規模水力発電はダム建設などの大規模な土木工事が必要ですが、マイクロ水力発電は既存の水道管路や小規模な水路に設置できます。例えば水圧調整のために使用される電圧弁をマイクロ水力発電に置き換えることで、現在のパーツの代替として利用できるのに加え、エネルギーを有効活用できるようになります。大規模な新設備が不要であるため、環境への影響を最小限に抑えながら、今まで活用されていなかったエネルギーを有効利用することが可能になりました。また水道事業者にとっては新たな収入源となるため、普及が進むことで水道料金の値上げ抑制にも貢献してくれるかもしれません。高い耐久性。マイクロ水力の設備寿命は30年以上と長く、太陽光パネルの劣化などに比べて長期的な安定性に優れています。初期投資は太陽光発電よりもやや高くなる傾向がありますが、この耐久性を生かして運用面で投資額を回収できますね。今後も改良が進められることで、さらに長期間の利用が実現するかもしれません。普及に向けた課題。マイクロ水力発電には多くの可能性がある一方で、普及に向けてはいくつかの課題も存在します。初期投資コスト。マイクロ水力発電は長期的には経済性がありますが、導入時の設備投資が障壁となることがあります。導入場所にもよりますが、出力1キロワットあたり約200万円の費用がかかります。同出力の太陽光パネルが約50万円程度であることを考えると、初期投資のコストが非常に高いことがわかりますね。長期的な目線で見れば優秀なマイクロ水力発電ですが、目先のコストが壁となり、普及が進まないのが現実です。技術の発展により徐々にコストは下がっていますが、さらなるコスト削減は普及に不可欠といえます。性質や異物による機器の劣化。河川水を使用する場合、水中に含まれる砂や異物は水車の摩耗を早め、メンテナンスコストの増加につながります。実際の事例では、山間部の水路に設置した水車が台風後の増水で流されてきた砂利により破損するといった事故も報告されています。このため水質条件に適した設計や効果的なフィルタリングシステムの開発が重要です。対策として自動洗浄機能付きのフィルターや摩耗に強い特殊合金を使用した水車の開発などが進められています。複雑な手続き。マイクロ水力発電の導入にあたっての手続きは非常に複雑です。固定価格買取制度 FIT の申請に始まり、地域活用要件として地域防災協定の締結や水利権などの法的権利の調整など、非常に多くの手続きを必要とします。さらに電力会社との系統連携協議も課題となることもあります。地方の送電網が弱い地域では系統連携のための追加工事が必要となるケースもあり、その場合はさらに初期投資コストが膨れ上がることになります。注目の日本企業。大金工業株式会社、証券コード6367。黒潮機器メーカーとして知られる大金工業は、乾水路用マイクロ水力発電の高効率化、低コスト化、パッケージ化に関する技術開発に取り組んできました。同社は 22kW クラスと 75kW クラスのマイクロ水力発電システムを開発し、2017年にはマイクロ水力発電システムを用いて発電事業を行う子会社、株式会社 DK パワーを設立しています。すでに全国40カ所以上の水道施設でマイクロ水力発電を導入し、
現在ではマイクロ水力発電を牽引する存在となっています。直近では総務省 GX 先進有料事例集に取り組み事例が掲載されるなど、今後の活躍にも期待が寄せられています。株式会社日水化、証券コード261円。日水コンは水道事業に特化した建設コンサルティング大手です。近年の脱炭素、地方創生、レジリエンス強化等の社会的ニーズの高まりを受けて、マイクロ水力発電事業にも進出しました。宮城県内に日水コンによるマイクロ水力発電所の第1号があり、2024年8月から発電を開始しています。当該施設では年間約305メガワット時の発電量が見込まれており、これは一般家庭約77世帯分の電力消費量に相当します。第1号の導入で培ったノウハウで今後どのように展開していくか楽しみですね。日立製作所、証券コード6501。同社の子会社である日立産機システムが手掛けるエネルギー回収システムは、2003年1月から受注が開始されたロングセラーのマイクロ水力発電システムです。建物内の水の位置エネルギーを利用して発電するシステムで、ビルや工場における省エネルギー対策として利用されています。いかがでしたか？マイクロ水力発電は自然環境を大きく改変することなく、すでにあるインフラの隠れたエネルギーを活用する革新的な技術です。既存の水道インフラを活用できるため、比較的低コストで導入可能であり、大規模な土木工事も必要としません。また24時間365日安定した発電が可能という点も大きな強みです。設備利用率は約60から 70% と高く、太陽光発電の約 15% や風力発電の約 20% など、他の再生可能エネルギーと比べても安定性に優れています。例えるなら、太陽光発電や風力発電は気まぐれな発電所であるのに対し、マイクロ水力発電は働き者の発電所と言えるでしょう。この特性により、太陽光や風力などの他の再生可能エネルギーを保管する役割も期待されています。今回の動画でご紹介した企業を含め、日本国内の企業は積極的に事業展開しており、各地で実証実験や商業運転が始まっています。海外でも様々な企業がマイクロ水力発電技術の開発と普及に取り組んでおり、水の流れがあれば発電できるという特性を生かし、発展途上国の未電化地域での電力供給にも貢献することが期待されています。水量変動への対応や初期投資コスト、制度面での課題などの克服すべき課題もありますが、技術の進展や制度の整備により障壁は徐々に低くなっています。マイクロ水力発電は地域に根ざした分散型エネルギー源として、今後のエネルギー転換と地域創生の両方に寄与する重要な技術です。水道施設や小さな河川、用水路など普段見過ごしている場所に貴重なエネルギー源が眠っているかもしれないのです。水のエネルギーを活用するこの技術は、地域の自然を尊重しながら持続可能な未来を作る一助となるでしょう。私たちの足元に流れる水が未来のエネルギーになる、そんな時代が今まさに始まっているのです。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。